はい。皆さん、こんにちはこんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、切れ味鋭い各チームの刃登場ということで、ライトニングエッジがね、えー、昨日、6月30日から登場してまして、こちらのね、グレード85以上、全選手徹底解説やっております。えー、今回の動画、パート4ということで、4本目の動画になります。まあ、すでにね、今日パート3が、えー、昨日パート2、パート1が、おそらく上がってるかなと思いますので、 まあそちらね、気になる方はね、ぜひご覧になってみてください。あと、スキルの解説とかは、新スキルの解説はすべてパート1で行ってますのでえ、気になる方ね、パート1の方を見てみてください。はい、ということでやっていきたいんですけれども、ちなみにライトニングエッジね、今回の、えー、排出期限になりますが、6月の30日から7月の31日、約1ヶ月間となってますので、さあね、欲しい選手はぜひこの1ヶ月間ね、狙いを定めて、えー、ぜひね、取ってほしいかなと思います。 はい。ということで、早速ね、パート4をやっていきたいんですが、まあ、今回ね、パート4で6人いるということは、まあ、パート5が5人か6人で決まってくるので、結構ね、グレード85以上が多い限定になってますね。はい。ここ最近だと、ね、フォーカスとかね、 それこそ少なかったっすからね。うん。3人ぐらい違うんじゃないかな。それぐらい差が出てる。うん。ことなので、まあ、周年限定とかそういうのは関係なしに、まあ、結構ね、グレード高めな選手が多いということですかね。どうなんでしょうね。ということで、はい、評価していきたいと思います。よろしくお願いします。では、早速ね、評価の方に移っていきたいんですが、えー、評価基準を先に説明させてください。こちらです。 はい、えー。この動画の評価についてなんですが、スキル、能力値、総合の3項目を1から10の10段階で評点付けをします。で、またですね、一人一人上記の項目をもとに細かい評価を出していけたらなと思います。よろしくお願いします。では、早速一人目の選手から参りましょう。まず一人目の選手はこちらです。はい。栃木 SC の黒崎隼人選手です。黒崎選手、スキル8、能力値が8、総合8で評価しております。 はい。では見ていきたいんですが、スキルはね、まあ悪くはないんですよね。8にしてはね。 ま、ライトニングクロスとテクニカルドリブルの組み合わせ。まあ、ここは、ま、結構いいと思ってて、で、まあ、使うとしたらサイドハーフ一択にはなると思うんですが、ただ、こっからだとロングシュートがちょっといきないんでね、まあ、組み合わせとしてどうかって言われると、まあ、二つの組み合わせはいいんですけど、残り一つがちょっとチューブラリンになってる状態なので、まあ、9はちょっと付けがたいかなと。うん。まあ、ここがしっかりね、例えば、ま、チェイシング系とかタックル系とか、そういうなんか第三スキルとして成り立つスキルだったら、まあ、9評価いってたかなと感じがしますので、まあ、8の評価にしておきたいなと思います。 で能力値に関してなんですが、まあ、ここに関しては、まあ、悪くはないですが、突出していい場合、いいわけでもないので、まあ、テクニック値上がるのはタイプ的には、ま、悪くはないんでしょうが、まあ、8ぐらいかなと思いますね、ここもね。で、総合的にも、ま、8の評価だと思います。まあ、そんなに言うて、ライトニングクロスはね、まあ、能力値依存めちゃくちゃするかっていうと、それによってね、強さが変わるかと言われるとちょっと怪しいので、うん。 まあ正直スキルだけでどうにかなる選手ではあるのかなとは思います。ただまあ競り合いのとことかどうしてもね、まあちょっとありますけど、まあバランスタイプということでね、平均的にまあステータスも高いし、まあ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 、うんって感じかな。まあ使うんだったらサイドハーフで、まあライトリングクロス要因、クロッサーとして、まあ使う人がいるなら使うって感じですかね。まあただ守備がちょっとできないんで、まあ守備の面がね、ちょっと不安要素がどうしても残るので、そこは起用するとしたら、 まあやっぱりちょっと考え、リスクとしてね、ちょっと考えておかないといけない場面も当然来ると思うんで、まあ、そこに注意して、えー、使うかどうかをしっかりと決めてあげてください。まあ、強みがあればね、スキルは全然役に立つと思うんで、うん、まあ可能性は出てくると思うんですが、まあそことのね、まあ、兼ね合いというか、まあ周りの他の選手も手持ちの選手とかとのね、まあいろいろ比べとかもあると思うんで、まあそれによってね、使うかどうか決めてあげたらいいんじゃないかなと思います。 はい。じゃ続きまして2人目の選手見ていきましょう。こちらです。はい。大宮アルディージャの柴山正也選手です。柴山選手はスキルが8、能力値8、総合8の評価で出してます。はい。じゃあここも見ていくんですが、スキル構成8ということで、まあスキルね、見ていくと、ライトニングカッター、ミドルシュート、カーブシュートということで、結構珍しいですね。これね、あの、 更新動画の時に言いましたけど、あんまりなんかカットイン中距離中距離で結構珍しいと思ってて、 どっちが優先して発動するんだろうなってなったらちょっと難しいんですけど、玉切れを起こすことはないと思うんですが、どっちにしろね、シュートスキルが B なんで、うん、まあ、ここがね、正直、まあ、役割がちょっと被っちゃってるっていうのもあるんでしょうけど、まあ、カーブシュートは言ったら角度がちょっとなさそうなところから打てたりとかするんで、まあ、そういうなんかちょっとした違いはあるんですが、まあ、基本的にはもうカットインからの組み立てだと思えば、まあ、ちょっとやっぱ被る要素があるんで、まあ、2、3スキルの良さを活かせ、生かせてるかっていうと、 ちょっと怪しい。<laughs> まあこれ近距離とかのがまだなんか役割しっかりしててね、まあ使いやすかったんじゃないかなと思うんで、まあ一応9はちょっとやりすぎかなと思って8にしてますね。はい。で、能力値的な問題としては、まあ悪くはないんですが、基礎値もね、結構まあ1300ぐらいですか。まあただここお部屋欲しかったね。うん。まあスピードもね、あの悪くないと思います。ドリブラーなんでね。悪くはないんですが、まあ能力値的には8がまあ限界かなと思います。 で、総合的にも、まあ、蜂の評価が、まあ、妥当かなというところですね。はい。まあ、この芝山選手、まあ、両ウィングできてね、まあ、印象はいいです。正直ね。印象はいいんですが、ただ、まあ、そのカットインからの、このシュートスキルにつながっていくところはいいんですが、その先ですよね。まあ、これシュートが要は、まあ、B スキルのシュートなんで、まあ、シュート成敗に対してちょっと弱いと。で、能力値もそんな高いわけじゃないんで、まあ、なかなかちょっと入る、ん、なんていうか未来が見えないというか、うん、入る、 予感がしないというか、というところなんで、よっぽど上積み積まないと、このシュートスキルの、まあ、信頼というのはちょっと得られないんじゃないかなと思って、まあ結構ハードルがやっぱ高いです、そういう目に関しては。なので、まあ、ここはね、A スキル、正直シュートスキル、うん。 まあカーブでもいいし、ミドルでもいいんですけど、持ってた方が、まあちょっと印象というか、まあ使い道はね、あったのかなという印象があります。まあ一見ちょっといいカードに見えますが、意外とハードルが高いというところでね、まあそこをどれだけ仕上げれるかとか、まあクラブリンクとかでね、どうやって、まあ能力値なりね、まあスキル強化つけて、まあスキル強、ね、スキル自体を強くしていくとか、まあいろんな強化の違いはあるとは思うんですが、うん。まあそこの強化をであの、してみて、 まあどれぐらい通用するかというのはね、まあ実践でちょっと試してみないとわからないところはあるので、まあそこはもう実践試してみての判断になるでしょうが、見た目だとちょっとね、厳しそうなところがありますね。よっぽど能力値とか乗らないとちょっと厳しいんじゃないかなとは思います。はい。じゃ続きましての選手見ていきましょう。こちらです。はい。ジェフユナイテッド千葉の三木智也選手です。三木選手スキル8、能力値が9、総合9で評価しております。 はい。じゃあ、ここも見ていくんですけど、スキル構成8ということで、これ9なんじゃないのっていう人もいると思うんですが、これね、ちょっと考えてみてほしいことがあって、パーフェクトパスはいいんですよ。向かいてもいい。で、チップパスもまあ悪くないんですよ。で、ウ左ウィングもまあ、ミキ選手できるようになったというところを踏まえると、まあ悪くはないんですけれども、 ただじゃあまあ3、3つを生かせるかどうかっていうと怪しくてまあトップ下っていうところに関してもまあチップパスは別に生きないわけじゃないんですけど 433B とかだと角度がつきにくいんでまあちょっとやっぱり発動しにくいと。でじゃあ仮に A にしたとしてまあ A にするとちょっと横にずれるんで位置がねトップ下とはいえどね。 まあ、チップパスの角度がつきやすくなるんで、発動はするんですが、それが CF に飛ぶか、あの、逆側のウィングの選手に飛ぶか、正直わからないんで、安定するかっていうと、まあ、安定しないというところと、わざわざそこまでしてチップパスを発動させる可能あの必要があるかっていうと、それもそうでもないような気がするんで、まあ、このチップパスがトップした三木選手のね、この主戦のトップしたシャドウというところに関して見るんであれば、あんまり生きないんですよね。うん。 でじゃあこのチップパスを生かそうとしてサイドに使ったとしても、まあ、別にこのパーフェクトパスは生きないわけじゃないですけど一番の良さは出ないと。で向かい手はちょっとチューブラリーになっちゃうんでまあ例えばそうねまあウイングとかだったら結構中入ってきた時に打ったりしますけどまあ PK あ PK じゃないフリーキック要因とかにできたらいいんですが。 まあ、B スキルの向かい点をわざわざ、好んではしないと思うんで、うん、というところを考えると、ちょっとすべてのスキルをうまく活かすのが、ちょっと難しいんですよね。組み合わせとしてね。まあ、なので、9にしなせずに8にしてます。はい。そこの理由ですね。で、能力値に関しては、まあ、ここは、まあ、オフェ値1400超えてますし、まあ、ボナセもオフェプラスなんで、ここは印象がいいです。まあ、9は出せると思います。で、総合的には、まあ、一応9の評価にはしておきます。 まあ、なんだかんだ言ってパーフェクトバサーと向かい手の組み合わせはいいとは思うんで、はい。まあ、スキルでは8つけましたけど、んまあ、ここをうまくいかせるかなんですが、まあ、特にこのパーフェクトバサーはね、まあ、生きてはくると思います。ただ、向かい手がね、ここも口酸っぱくいいんですけど、まあ、シュートセーバーに対してどうなのかというところで、まあ、ただ、ボナー戦はオフェなんで、まあ、能力値的にはちょっと言う、まあ、ある程度のところには来てるんで、もうちょっと手こ入れが必要とは思いますが、まあ、能力値どうにかしてあげれば、まあ、この向かい手も使えるものになる可能性はね、 まあ能力値が低い選手とかよりはあると思うんで。 まあそこを仕上げれるかどうかというところもちょっと大事になってきますが、まあ仕上げれないにしてもパーフェクトパサーで十分使う価値はあるんじゃないかなと思います。まあそんなに目立つ活躍とかはないかもしれませんが、まあうまくねアシストとかを重ねて、まあ CF の選手がね特に信頼ある方とかは、まあこういう選手をトップ下に置いておくと、まあうまくねパーフェクトパサー機能してくれて、まあ得点に向かって、えー、攻撃ができるようになるパターンもね当然ありますので、まあそういうつなぎの意味としては十分にね役割果たせると思うんで、まあここはそういった意味では結構期待は大きいんじゃないかなと思います。 まあ欲張って向かい点まで持っていくんだったら、能力値の、ね、上積みはどうしても必要になってくるかなと思います。はい。では続きましての選手見ていきましょう。こちらです。はい。東京ベルディのバスケス・バイロン選手ですね。はい。えー、バイロン選手なんですけれども、スキルが10、能力値9、総合10で評価しております。はい。ここピックアップということで、まあ、スキルね、頭目整ってて、まあ、総合も10の評価になりましたが、見ていきましょう。 はい、ここスキルなんですが、ま、好きね、ま、新スキルの、ま、ディメンションカッター、これライトニングカッターの上位ね。はい。で、コントロールカーブ。で、音速ドリブルということで、ま、3連動が見込めるというところがね、非常にいいと思います。で、ま、音速から始まってね、ま、ディメンションカッターでカットイン切り込んで、コントロールカーブ。ま、これが決まれば、ま、EP 的にもね、ま、ボナセンも金 EP なんで、クラちゃん的にも稼ぐだろうし、ま、リーグ的にもね、結構相手を振り切ってからのカットインというのが見込めますので、ま、ここが決まれば結構やっぱ強力なのかなと思いますので、スキル的にはま、10でしょう。 で、能力値的な話を言うと、まあ、ボナセンオフェまで来てないんで、9度まりにはしてますが、正直カットイン選手としては、まあ、これでも十分な、はい、数値だと思います。まあ、一応9にはしておきます。で、まあ、総合的には、まあ、はい、文句なしの、まあ、10かなと思います。 まあ、ここはさっき言った通り、まあ、スキル構成的にね、まあ、ボナン的にも、まあ、クラチャンでも当然活躍ができるし、まあ、あとは、えまあ、リーグでも、はい、当然活躍できるんで、まあ、センスの突き次第でどっちで使うか決めたらいいんじゃないかなと思うし、まあ、結構中立なところでついたのであれば、まあ、クラチャンでもリーグでも、というところで、まあ、見込めるんじゃないかなと思います。まあ、最終的にはね、どっちかに寄せたいところでありましょうが、まあ、どっちによっても、うん、活躍の道はあるんで、やっぱり、うん、ここは育成しやすいですかね。 まあ、もうそれこそスパイクとかね、いっぱい突っ込んでいいと思うし、うん。まあ、バスケスバイロン選手まだね、それこそ、まあ一応ね、まだ31ぐらいじゃないグロまだ40いってないよね、多分ね。30ギリギリぐらいかなうん。なお、ね、ここまで来ると思いませんでしたけど、正直バスケスバイロン選手確か、白ボールの時あったよね。<laughs> あの時とかにね、結構狙ってた人からしたらうまいですよね。まあ、ポジション的に結構狙ってたらね、後々うまいんじゃないかなと思えるような選手だったんですが、まあ、ここまでね、グレードが上がってくるとは正直、まあ、ここまでね、早く上がってくるとは僕も思わなかったですが、まあ、これが J クラのね、まあ、良さでもあり、うん。まあ、ちょっとね、人から見ると、いや、強すぎだろっていう人もいるかもしれませんが、うん、まあ、こういうね、なんか、 その選択肢としてね、幅が広がるのは個人的にいいと思うんで、こういうね、まあ若い選手とかのグレードがどんどん上がっていくことは個人的に、まあ賛成っちゃ賛成ですけど、はい。まあね、こういった、まあ選手が出てくるのは、まあ僕的にあこういうね、動画を作ってて、まあやっぱワクワクする部分もありますしね、まあやっぱやりがいとかもあるので、まあ今後のね、まあこういうバスケスバイロン選手みたいに伸びてくる選手がおそらく今のね、まあ例えばチャレまで白ボールとかでね、配出される選手とか、 まあ、もしくは黒ボールとかマ、まあ、グレードね、グローリーの40以下の選手とかで出てくると思うんで、まあ、そういう選手をね、いかに、えー、先にねあの、見極めてといいますか、見つけて、うん、いかにね、その時に、えー、周回するかというのもね、結構大事なんじゃないかなと思います。ということで、まあ、素晴らしいカードが出たんでね、まあ、ここはぜひ狙ってはいかがかなと思います。はい、では続きましての選手見ていきましょう、こちらです。 はい FC 町田ゼルビアの小長り選手です。小長選手なんですけれども、スキルが9、能力値8、総合9で評価しております。はい、ではここも見ていくんですが、えー、スキル構成、まあ、ここはいいと思いますね。ガーディアンインターセプト、斜めのアーリークロスということで、まあ、サイドバックでもいけますし、サイドハーフでも当然いけると思うんで、まあ、全部を生かそうと思ったら、まあ、クロスまで生かそうと思ったらサイドハーフの方が行きやすいでしょうが、まあ、ここは正直あんま気にしなくてもいいと思うんでね、まあ、サイドバックで起用するのも全然ありだと思います。まあ、スキル的には9の評価は妥当かなと思います。 はい。で、あと、能力値の評価なんですが、えー、ディフェ値ね、高いわけじゃないですが、まあ、ボナセン、ディフェプラスもあるんで、まあ、これ、クラブリンクつくとね、余計に楽になるんですが、まあ、結構数値的には、うん、十分になってくるかなと思います。 なので、まあ、クラブリンクを反応しないにしてもね、まあ、ぶっちゃけ2500ぐらいまでいくんで、まあ、そこに関して言えば、まあ、あともうちょっと、まあ、どうしてもね、欲しいとこあるでしょうが、まあ、そこさえね、補えば、まあ、普通にリフェッチ高い選手と同じぐらい肩を並べることも、まあ、可能な数値でありますので、まあ、そういったところを狙ってね、育成すればいいと思いますが、まあ、現状、このカードだけ見ると8でしょうね、まあ、ここはできれば9、十0に上げていきたいところであるかなと思います。 で、総合的には、ま、スキルとね、能力値、ま、評価して、ま、9は、はい、評価つけれるかなと思います。ま、小長選手ね、グレード88ということで、ま、今年もね、結構序盤、ね、いい活躍。ま、これ、今もね、結構いい活躍してますけれども、ま、序盤から結構安定してる選手じゃないかなと思います。ま、個人的にね、ここまで伸びてくるのは、ま、当然だと思うし、ま、今後、うん、ま、もっとね、いいカードが出てもおかしくないような、ま、町田もね、状況もいいしね、というところを踏まえると、ま、これからもっとグレードが伸びていってもおかしくない選手だと思います。 まあ、ここも尾長選手ね、こんだけのカードが出たら十分じゃないかなと思いますね。まあ、ディフェチャはちょっと高くはならないでしょうけど、タイプ的にはね。まあ、こうやってボナセンディフェとかでね、補えてる時は、まあ、特に印象いいと思うんで、で、スキル構成もね、今回結構守備に、うん、しっかりと寄ってて、まあ、ね、カードとしての、まあ、矛盾点とかもないし、まあ、印象はやっぱいいですね。で、グレード88なんで比較的狙いやすいところなので、まあ、両サイドバックとか不足してる人は、ここはね、狙って、まあ、仕上げに行きたいところじゃないかなとは思います。 まあ、ぜひね、狙ってみてはいかがかなと思います。はい。じゃあ最後の選手見ていきましょう。こちらです。はい。バオホーレ甲府の小林岩奈選手です。小林選手、スキル9、能力値が6、総合7で評価しております。はい。ちょっとバラつき出ましたが見ていきましょう。 まず、スキル構成はね、非常にいいですね。ここさっきのオナガ選手と一緒ですが、ピンタク、インターセプト、クロスというね。まぁ、あ、ちょっとガーディアンとピンタクの違いはありますけど、まあ似てると言っていいでしょう。まあ、スキル的にもここはまあそうですね、バランスいいので、まあサイドハーフ、サイドバック、どちらでもいいと思いますが、まあ、9で、はい、評価できると思います。で、能力値に関しては、ここはやっぱディフェイ値がね、ちょっと低いね。うーん。やっぱ1093か1073ですね。うーん、そんな低いね。で、これにボナスンディフェイが攻めてあれば1000、そうね、2、300。 ま、300いかないか、それでもね、うん、そういうのも高くはないですけど、まあ、どうにかちょっとよく見えたところで、バオナセもパワーなんでね、まあ、これはちょっと上積みが相当必要ということで、6にはしてます。で、総合は、うんまあ、迷いましたけどね、まあ、7ぐらいが妥当かな、と思います。まあ、ただね、ここ小林選手の急所としては、まっ的能力士なんで、ここを、まあ、ちょっとハードル高いですけど、 まあ、どうにか補うことができれば、まあ、ここも、まあ、気にならないぐらい。まあ、この能力値を、他のセンスとかで7、8、9、まあ、8ぐらいまで上げたいね。せめてね。うん。だから、まあ、1400、500ぐらいは攻めてほしいと思うんですけど、まあ、そこまで上げきることができれば、まあ、全然使える対象になってくると思うんで、もうそこ次第かなと思います。まあ、特にね、今回の、今シーズンからね、ブーストプラスとかがあって、まあ、クラブリンクの影響も結構大きいので、まあ、クラブリンクとかでうまくね、まあ、 上昇幅上げてあげると、まあ、このハードルは、くら、あの、楽にはなると思うんで、まあ、交付のクラブリンクとか、まあ、過去所属のクラブリンクとか持ってる人は、まあ、結構楽にはなるのかなと思います。 だそこがないとね、結構まあ、本当に金ンディフェン2個ぐらい後行ったりとかね、結構するんで、まあなかなか大変だと思いますけれども、まあここもでも仕上げようがあるということでね、まあ能力値はセンスとかキラーとかで、まあちょっと補える部分があるんで、まだ全然救いようのある選手かと、選手かなと思いますので、カードかなと思いますので、まあここは本当ね、あの、使うかどうかで、まあ皆さんの、まあその小林選手に対しての仕上がりの度合いがちょっとね、鍵になってくるかなと思います。 はい。ということで、6選手評価していきましたが、いかがだったでしょうかまあ結構ね、あの、グレード関係なくね、みんなスキル構成結構しっかりしてる選手が多くて、うん。目立って悪い選手とかいないしね、今回ね。はい。ということで、ある程度、まあ仕上げがちょっとね、どうしてもその能力値の関係とかで、どうしても手コ入れが必要な選手のはやっぱり多いですけれども、まあ、基盤がね、ど、んど、ん、基盤っていうか土板が、うん、土台がしっかりしてるんで、 ま、スキル構成がね、しっかりしてる分ね。やっぱ能力者は後でね、まあ、育成で、まあ、ちょっと運絡んできますけど、どうにでもなるっちゃなるんでね。はい。そこはま、あどうにか皆さんの育成力でカバーしてほしいところかなと思います。ということで、今回パート4と動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これに失礼します。バイバイ。